洋楽をデュオでやっております。普段はですね、メタルとかそういう激しいのをやってるんですけど素晴らしい。そう、で今日は今年はね、ちょっとあのメンバーが一人アメリカにちょっと出張に行っちゃったので、出張というかね、あの長期出張なので、ちょっと出張しようということでデュオで勉強しております。皆様今日初登場ですので、温かい心で待ってください。エリック・クラプトンの皆さんご存知、チェンジ・ザ・ワールド。次は、あなたのあれですよ、注文会列ですよ。大変や、大変だね。その曲順とかね、いっぱい飲んだらわからなくなるよね。書いとかないとね。そう、次は、みんな言えるボンジョビの本名、本名とか、ボン、チャ、ジョン。ジョン・ボンジョビ、そう。私いつもジョン・ボンジョビなんか、ボン・ジョン・ドビなんか、わからない。ジョン・ジョビとか。そう。大体わかんない。ボンジョビ、そう。ボンジョビと、あのギターのリッチー・サンボラーという人が、結構あのアコースティックとかもね、やってはるんですけど、このナンバーで、ワン・デッド・デッド・アライブ、デッド・オア・アライブとかいう、まあ、アラプラママですわ。そのこうカウボーイハートをかぶって後ろにギターを担いで、みんな俺のことなんて冷たいぜ、でもロックをやるんだというところかもしれません。違ったら教えてください。
りじゃないですか。あと3曲バドバッとやりますんで。たまちゃん、あ、ありがとう。次はね、ちょっとそうですね、青春の時に皆さん一度はあるんじゃないかな、恋愛を初めてしたぐらいの時ですかね、中学校とか高校生とか、あの男の子が中学生なんですよ、これは。で、あの好きな女の子がいるんですけど、その女の子は他の子が好き、でも他の子はその女の子を振った。だから彼女はとっても好きな、その女の子は今とっても悲しいで泣いたりしてると。でもそっちなんて僕やったら包み込んであげるのにっていう、ちょっと甘酸っぱい感じのど真ん中ですか今。そんなあれかな、もう分からんけど。ミスタービッグのですね、TV with you という曲です。みんなで、ちょっと私まだやってないことあんねん。
もうやったからみんなやってると思う。あれしたよね。あれした。初めて。あれかいな。あれした。優勝おめでとう。イエーイ。一瞬だけじゃあ告知します。あと2曲はじゃあ続けて、じゃあまあ無理だけど、私もさらっと告知します。次のライブ、明日、明後日、堺東、堺東ブルースフェスティバルボードンズカフェ&バー12時出ます。スカボブルースやります。そしてサンサラチート、これで次に強いスピードからね、セカンドルームさんかな、これ東向こうので、9月30日夜ロックの日があります。でまた次は10月8日ゴードンズカフェ&バー堺東なんですけど、まあ遠いんで、まあできればね、またこちらでねやっていただきたいなと思いながら、あ、じゃああと5分しかないので1曲飛ばして最後の曲になります。普段ドッグをやってるので、オジオズボーンのクレイジートレインに行きます。
ブラボー。